皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はダライアスコズミックコレクションのファミ通紹介をしていきたいと思います。シューティングの金字塔ダライアスシリーズが今よみがえります。そうですね、通常特典版に収録されている作品は、ダライアス、ダライアス2、ダライサガサガ災害サガイアサガイアですかね。で、ダライアスガイデン、ダライアスツイン、ダライアスフォース、サイガイア、結局サイガイア、ダライアス2、ダライアスアルファが特別版に追加で収録できる作品です。あれ？ダライアス2。まあこれは、まあメガ、スーファミ版、などメガドライブ版などですね、アーケードと家庭用9本のタイトルを収録しました。これはスイッチ専用ですね、このゲーム自体は。通常版と特装版の2つのパッケージが用意されていて、両者にはダライアスを筆頭に4本のアーケード作品を収録しています。ファンはもちろん初めてシリーズ作品に触れる人にもおすすめになっています。家庭用ゲーム機の作品も、アーケードも楽しめる本作となっております。世界中のファンに愛された名作シリーズです。ユニークなボスが続々登場します。ダライアスシリーズは世界中のファンを魅了したシューティングゲームで、一作目の特徴的な機体は、ベンチシートに重低音のスピーカーを内蔵したボディソニックなど、革新的な機能も搭載されていました。幻の作品サイガイア SMS 版もプレイできます。アイテムを入手すると武器がパワーアップします。サイガイアはダライアス2の海外版として1989年にリリースされた別バージョンです。そういう意味だったんですね。海外市場に対応するためにダライアス2よりもプレイ時間が短くなるように変更されています。国内版よりも一つのステージのが短くて、ボスの耐久力も低いなど、その違いは明らかです。この作品のアーケード版だけでも貴重ですが、特典版には日本未発売の SMS 版も収録されています。それはすごいですね。まあディディコングレーシング DS みたいなものですね。あれは海外では結構有名なんですけど、日本では非売品ですからね。ぜひとも手に入れたいとは思いますけどね。サイガイアはダラ2の単なる移植作にありません。 SMS 版サイガイアは1992年に主に欧州で発売されました。欧州では16ビットゲーム機が登場した後も8ビットゲーム機の人気が続いていたため、 SMS に移植する形になりました。違いを見つける楽しみもあります。装備版特装版には貴重なグッズもあります。そうですね、ダライアスアレンジ CD、 ダライアス公式資料集、ミニチュアアクリルマーキーなどがあります。まあちょっと違った、SMS 版サイガイアは現代のオーパーツです。タイトルごとに違った楽しみ方もあります。そうですね、ダライアス2はゲームセンターでプレイしまくったようですけど、プレイするしたこともある人はいますが、家庭用版と海外版はリプレイ、とりわけというわけで一足先に、特典版の目玉の一つであるサイガイアをプレイしてみたんですが、ゾーン数はさすがに減っているものの、ものすごく丁寧に作られている印象です。そういったいろいろな違いがあるようですね。まあやはりこういうゲームごとに違ったスマブラデラックスと X の遊び方は完全に違うものにすれば、より面白くゲーム面白いゲームの楽しみ方ができますからね。というわけで今回はこの辺で、ダライアスゴズミックコレクションのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。